の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。シーノ代表の篠崎です。今回は大変オーダーの多くなっていますくびれウルフをカットしてみたいと思います。実はですね、今回はドライで来た状態を見てそのままカットを始めています。もともとの癖が非常に動きやすくて外羽になりやすいので、ウルフにするにはもうとっても都合のいい髪の毛なんですけれども、今そうですね、バックは耳の高さでブロッキングをして、さらにその上をブロッキングして3ブロックでブロッキングをしております。アウトラインをまず切っていって、ここの時ですね、鏡で確認しながらアウトラインの位置をもう一発でしっかり決めておくことが大事。そして上の毛を下ろしていって、そこにまずつなげてカットします。この時ですね、指を多少上げておいた方がつながりがいいんじゃないかなと思います。そのままサイドへつなげていくんですけども、今回は耳の上ですね、まあ、俗に言うイヤーツーイヤーの位置でブロッキングを取ってバックの位置とつなげていくんですけども、その時に気をつけなきゃいけないのは、適当に上げるんじゃなくて一番上がったところを意識してフェースラインの一番先頭の部分を決めておくというのが大事です。でこの後にフェースライン際は床と平行に毛束を前に引き出してレイヤーを入れるので、さらに上に上がるんですけども、この時点である程度のところまで決めていくことが大事ですね。イヤーツーイヤーを床と平行に前に出して出てきた角をチェック、さらに指をホームベースの位置まで上げてチェック、そのまま一周ぐるっと回るような感じで鉢植えにレイヤーを入れていきます。でトップの位置で山をカットして左右を合わせてレイヤーの高さを入れるのは終了になります。そして今度はつながりですね。この時に気をつけなければいけないのが、アウトラインギリギリまでつなげないということです。実はですね、こういうくびれウルフで一番勘違いしやすいのが下からですね、一番下からアウトラインギリギリからレイヤーを入れていくというのが一番失敗で、そうするとですね、毛先はスカスカになって絶対にまとまることはないです。厚みもどんどんなくなってしまうので、すごく貧相な感じの丸みのない、なんていうんですかね、こう締まりのないウルフになりやすいです。ですのであまりですね、手の位置を下げすぎないでアウトラインに近づきすぎないように、トップのレイヤーとアウトラインに近いところをつなげていくというのが重要になります。はセニングを入れていきます。結構ね、長さ切りまして、久々のカットなので結構量は、まあ、
もともと多いんですけれども、かなり量を減らさないと、なんですかね、こう軽い丸みの出た感じのウルフにはなりづらいので、しっかり量は減らしていきますね。でしかもドライなので、このまま仕上がりになりますので、ちょっとねセニングの時間はかかると思います。まずは両管からこうね縦に、根元に近いところから縦に入れてますね。この長さだったらアウトラインの毛に入れても問題はないとは思いますけれども、あんまりですねアウトラインの根元の方には攻め込まない方がいいと思います。それからですね、ちょっとまあ辛口のことを言わせていただけると、まあどっかのね、メンズばっかり来てるサロンの方の真似をしているのか、セニングでですねめちゃめちゃカッコつけて、何ですかね、斜めになんかセニング入れてみたり、こうちょこ引っ張って切ってみたりとかですね、そういうセニングの入れ方をしている美容師さん非常に多いですけども、それだとですねどこの毛を取ってるのかわからないんですよ。それがね量感なのか質感なのか、量感っていうのは根元よりも根元で全体の量を減らすもの、質感っていうのは真ん中よりも先、毛先をなんか軽く細くぼかしていくものですね。ですから斜めとかにセニングを入れてしまうと、どこを取ってるか分かんないから、もうこの感覚だけのものなんですね。感覚、もちろんセニングというのは感覚なんですけれども、感覚だけに頼る前に規則的なやり方をやって、その中から自分の感覚を生み出していくっていうのが大事なんです。だから適当にですね、縦にこうセニングパン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 って入れてみたりとかしてですね、適当になんとなく軽くなったってのは良くないです。必ず量感と質感を分けて考えるということが必要で、そこにですねカッコつけるとかっていうこともまあ大切なのかもしれないけど、カッコつける前にちゃんと、考えて自分が思った通りにセニングを入れていくという方が大切だと思います。今回しょっぱなからドライで来た状態でカットしているので、このままが仕上がりになるわけですから、非常に慎重にセニングを入れて慎重にベースカットしている感じで、通常のですねウェットカットをするよりも多少時間はかかります。ただ僕の中でですね、ドライでスタートしたらもう仕上げではほとんど切らないっていう風に決めてるので、ウェットの時もなるべく切らないようにはしてるんですけれども、より一層ほとんど仕上げでは切りませんので、ここでしっかりですね仕上げまで切ってしまうというのが大切になります。ここでカットが終了になります。スタートしてから今までの時間が約13分です。そして後で前髪をカットしたのでプラス5分って考えると18分から9分ぐらい、まあ、20分弱っていう風に考えていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、仕上がりがこんな感じです。結構ねいい感じに、締まりが出たんではないかなと思います。この動画良いと思いましたらグッドマーク、そしてチャンネル登録はボブアイコンをクリック、質問もどしどし受け付けております。最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。